くよお前ら。俺様だ。今日もね、早くボーボー思いますね。今日は2019年4月7日土曜日ですね。はい、ここはね、山形県のね、新庄駅前ですね。はい。で、俺様ね、新庄を初めて来ました。で、ちょっと小雨が降ってますね。天気雨ですね。新庄市真ん中のこの部分ですね。陥落って書いてあります。地盤やのです。さっきはね、もっとね、ザーザー雨が降ってたんですけど、だいぶ止んできましたね。で、太陽もね、降ってきました。ボーボーもね、ヒバニャンの花巻を太陽に変換して、ボーボーも欲しいですね。はい、カメラのね、容量オーバーになったんで、別のカメラに切り替えました。隣はね、交番がありますね。はい、お前らもね、悪いことして逮捕されないようにしましょう。広場の歩道には駐輪しないでくださいだそうですね。文字が地盤やんですね。はい。で、東北大進学会がありますね。関東だったらね、東大進学会なんですけど、やっぱり東北だからね、東大じゃなくて東北大を目指そうってことなんですね。日本レンタカーの看板が地盤やんですね。はい。ね、もう3時過ぎました。3時のお通夜ですね。駐車禁止って書いてあります。地盤やんでそう書いてあります。はい。ね、本当はね、もうちょっとね、いろいろ見て回りたいんですけどね、もうちょっと帰り新幹線の時間がそんなにないのと、小雨が降っててね、鬱陶しいからね、もうとりあえず駅に戻ろうと思います。ね、お前らもね、一回ね、この新庄に来てみてはいいんじゃないでしょうか。それではさようなら、ボーボー。